みなさんこんにちは、ミカエルです。今週はですね、1週間の休み取れてバンクーバーというかカナダに帰ってきました。そして1日目はバンクーバーに到着して、そのまま大好きなデミ・ロバートのライブコンサートに行ってきました。感動しました。年末は実家に帰れなかったので、まあ2月までちょっと休みをずらしてて、1週間しかないんだけど、まあ急いで実家に帰ってきました。実家に帰ってちょっと静かに、何もない森の中のカナダに帰って、自然に囲まれて本当に落ち着いて回復して日本に戻っていきたいと思いますので、ふわー。Dad, can we go play in the snow? Can we go play in the snow? Can we go play in the snow? Dad, 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 can we go play in the snow? Dad, 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 can we go play in the snow? What do you think of my fashion choices? Well, where did you get that? I got it in Tokyo. Was it at a costume store or was it? I bought it for realsies. Putting on these giant boots. Ready? Okay. Yay! Ah, it's a snow angel. Nina san mo zehi yatte mite kudasai. Wee!冷たい。とにかくカナダを楽しんでます。そしてカナダについてもっと深く知りたい方は、実は水曜日、今週の水曜日と来週の水曜日、 BS フージにワクワクカナダっていう番組が放送されます。で、ワクワクカナダっていう番組は去年の8月収録しにカナダに来ました。でもうずっと楽しみにしてて、今週は残念だけどカナダに行って私は見れないんですけど、日本にいらっしゃる方はワクワクカナダの番組をぜひ見てください。私の初めての海外ロケだったので、すごい緊張したし、可愛く口調になった直前すぐ前だったので、全然テレビに慣れてなかった私を見たい方はぜひ水曜日 BS フージ夜の11時半から流れる番組ワクワクカナダをご覧になってください。イエーイ、寒い。それでは So a lot of people might be wondering what sakura tastes like. Sakura tastes like a warm spring day.Sakura tastes like the smile.